K-DASH。 さっさと始めるぞ。すべてを終わりにしてやる。ラウンドワン、ファイト。Shut up!
てめえクズだろ。ガキはうちでおとなしくしてりゃいいんだ。俺一人で十分だ。いらっしゃい坊や、私が天国に連れて行ってあげる。あなたに私を満足させることができるかしら。ラウンド1ファイト。俺一人で十分だ。あちゃー、暗い暗いよあんた。もっと人生を楽しめよ、俺みたいに。お手並み拝見といきますか。ラウンド1ファイト。やっはい、あーやっふっふっあーあーてめえてめえ、本当に人間か。私も指先から炎を出す人間を見たのは初めてだわ。この星にはユニークな人間が多いわね。余計なお世話だ。さっさと始めようぜ。こっちはおしゃべりに来たんじゃねえんだ。あら、牧島博士でも探しに来たのかしら。いろいろとこっちの事情に詳しいようだな。てめえ何者だ。素性が知れないのはお互い様じゃないかしら。ちっ、うざってんだよてめえ。私にも先に進まなければならない理由があるわ。ラウンド1ファイト。おりゃ、うん、おりゃ、うん、どうしたのかしら。これでしょ、覚悟はいい。てめえ、おりゃ、おりゃ、うん、うん、おりゃ、うん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 、どうしたのかしら。
薬不足なんだよ。待って。なんだてめえ、まだやろうってのか。そうじゃないわ。私に勝って先に進む以上、絶対に負けないでちょうだい。だせえぜ、負け犬に念を押されるまでもねえぜ。こそこそしてんじゃねえよ。なるほど、君を格闘家の範疇で扱うには無理があるな。てめえが主催者か。ああ、君の対戦相手であると同時に今大会の主催者でもある。クシエルを滑る闇の爪ジバートマと見知りおいていただこう。クシエルだかメフィストフェルスだか知らねえが、何なんだてめえら。メフィストフェレスもクシエル、この星の闇を支配する秘密結社アデスの下部組織の一つに過ぎないといえばわかるかな。んなことはどうでもいい。それよりてめえ、マキシマっておっさんをさらってっただろう。マキシマ博士か。彼はこの星でも指折りの優秀な頭脳の持ち主だ。我々の宿願のために働いてもらっている。俺には関係ねえんだが、俺の相棒が気にしてるんでな。どこにいる。我々が素直に返すと思うか。返さねえだろうな。力ずくでか。いいだろう、君のその肉体も研究材料としては大いに価値がある。潰すぞてめえ。来るがいい、小さき星の弱き者よ。ラウンド1ファイト。うっ、さすがだな。まさかこの星の人間に敗れるとは思わなかったよ。いいからさっさと喋りやがれ。おっさんはどこにいる。いつまでもここに置いておくと思うかね。なんだと。
てめえ、まさか。アデスの手足はクシエルだけではない。君が考えているより我々の組織は強大なのだよ。ふざけやがって、どういうことだ。ちっ、舐めやがって。やってくれるぜ、あの野郎。よう、悪運が強いな、ケダシュ。人ごとみてえに言ってんじゃねえよ。てめえの方こそ、肝心のおっさんは見つかったんだ。いや、地下の研究所で何かやってたのは間違いないんだが、あいにく博士たちはもうどこかに移された後だった。どこに連れてかれたのかまでは分かんねえのか。それをこれから調べようってところで、いきなり天井が崩れ始めたんだよ。お前、もう少し時間を稼げなかったのか。知るか、んなこと。それにしてもまた厄介なもんに首を突っ込んじまったようだぜ。嫌なら降りてもいいんだぜ。お前にとっちゃそれこそ他人事だろうからな。ふん、面倒事は嫌いだが、退屈するよりはまだマシだ。まったく素直じゃないね。ゲームオーバー。